星の子たちがお祭りの準備で大わらわ。もうすぐ10年に一度の星祭りの時がやってきます。星祭りは夜空の星々が全ての人たちを優しく見守って、いつまでも美しく輝き続けられますようにとお祈りする盛大な催しなのです。この広場をきれいに飾り付けなきゃならないのよ。遊んでないでちゃんとお手伝いしてくれなきゃ。でもさ、ブツブツ言ってないで、ほら星の実を磨いてきれいにすれば、星祭りの夜は夢星雲の女王様がこの星の実に七色の光を灯らせてくださるわ。その星の光を頼りに伝説の願い星がやってくるのよ。願い星？願い星は広い宇宙を旅しながら10年に一度だけこの夢星雲に巡ってくる。そして私たちの心からのお願いを一つだけ叶えてくれるの。生まれて初めての星祭り、10年に一度のたった一つのお願いなんてロマンティックなんでしょう星祭りってその願い星をお迎えするためのお祭りなんだね。そうよ。よし、僕もいろんなことをお願いしちゃおう。え？どうかアイスクリームやチョコレートがいっぱい食べられますように。お願いお願い、願い星様そんなのダメダメ。願い星にお願いできるのは心の底からのたった一つのお願いなのよ。ララは何をお願いするの？私だったら、うん、私だったら、うんと素敵な、素敵な、素敵な、夢星雲の女王様。ご苦労様。この度行われる星祭りは素晴らしい日になるでしょうね。きっと願い星も喜んでくれるでしょう。しっかり飾り付けお願いしますよ。私決めたわ。お願いすること。え？私のお願いはね、うん、女王様。あ、どうか女王様のような素敵なお姫様になれますように。お空の君。
きらめく銀の星、今夜も窓辺で見上げるの。お願い叶えてね、きっとしているから。星屑の海に浮かべた三日月の船の上で、ずっとずっと前に約束をしていた恋人に会いたいの。まだ見ぬ誰かを夢見ていると、なぜなら涙がこぼれるのよ。いつかはその人のお姫様になる。これが私の心の底からのお願い。うん、やっぱりアイスクリームの方がいいと思うけど。食べ物なんかと比べて欲しくないわ。それじゃララのキャンディいらないならもらっちゃおうかな。ダメよ。さあ明日の夜のためにちゃんと飾り付けしなくっちゃ。みんな忙しそうだね。星祭りの飾り付けなの？うん、願い星に願い事を聞いてもらおうと張り切ってるのさ。ララはお姫様にしてもらうんだって。キキは願い事しないの？だって僕のお願いは本当のお願いじゃないって言うんだもん。だからむくれてるんだね、キキ。だいたいララは自分勝手だよ。僕だって本当に心の底から願ってるんだから。どんなこと？つまりそのアイスクリームとチョコレート。チョコレート僕も好きだよ。美味しいもんね。あ、何か光ってるよ。ん？あれ、いつこんなものが。見かけない石ころだね。そうだ、これちょうだい。うん、いいこと思いついた。小さないたずら、小さなドキドキ、みんなみんな大好き。銀河で集うの、くれたんだ。ネムリンが？うん。実はね、前の星祭りの時に願い星がスヤスヤランドのお城のてっぺんにぶつかって落としていったんだって。ねえネムリン。素敵だわ。これを私に？うん。僕は特別にお願いないから。ネムリン、ありがとう。嬉しいわ。どうやってお礼をすればいいのかしら。ララ、
女王様からもらったキャンディーがいいんだけど。キャンディー？でもいいわ、全部あげる。お姫様になれるならキャンディーは我慢する。うわーい、やった、眠り行こう。わーい、わーい。これで星祭りの夜に私はお姫様になれるんだわ。がスヤスヤランドにかけらを落としたなんて聞いたことないよ。そんな、キキにからかわれたのよ。さあそんなの捨てて飾り付けしましょう。でもそんなことって、ねえキキ、やっぱりララに本当のこと言って謝ろう。星祭りが終わったらね。でもそれじゃあ、心配ないってすぐ気がつくよ。だって本物のかけらがスヤスヤランドにあるわけないじゃない。やっぱりそうだったの？ララ、ひどいわ。だってララが最初に僕のお願いなんか叶えてくれないなんて言うから。こんな星の実で人をからかって喜ぶなんてあんまりだわ。ごめんよララ、僕キキなんか大っ嫌い。ララ！ビール！ララ！だから言ったんだ。ララ。ララ。もう許してあげたら？キキも十分反省しているよ、きっと。知っていたの？お月様、空の上からは何でも見えるのさ。まあ、それにララも行けなかったんじゃない？キキだって本当にアイスクリームやチョコレートをお願いしたかったと思うけど。だけどそれって心からのお願いじゃないと思うわ。じゃあララのお願いは心からのお願いなのかな？